地球って小さすぎませんか？では大きくしましょう。もっともっと。木星サイズの新しい地球へようこそ。地球はどう変わる？変化を感じないこともある？あなたにどんな影響が及ぶ？これが What if もしだったら。今回はもし地球が木星サイズになったらを見ていきます。スーパーアースとは地球の10倍程度の質量を持つ地球型惑星のこと。でもその名前に惑わされないで。スーパーアースは地球とは全く違います。スーパーアースは岩石や氷で覆われています。海王星のようなガス惑星もあるでしょう。さて、木星サイズになるための目標はスーパー、スーパー、スーパーアース。木星よりずっと小さな地球、そして木星のガス巨大惑星に比べ岩石密度が高いのが特徴です。新しい地球は現在の1300倍も巨大化します。それに加え木星の半径は地球の11倍。日常生活で感じる重力もそれだけ加重されます。そう、11倍の重力。では地球が大きくなったら重力が体を押しつぶすのも時間の問題？ありとあらゆることが生き物全体に影響するでしょう。まず重力の変化。重力11倍の世界では体がすごく重くなります。どんなダイエットも無意味。今より11倍の体重ですよ。70キロの人は770キロの体を引きずり回すことになるのです。自分の重さに耐えられるでしょうか。デッドリフティングの世界記録はゲームオブスローズのハフソー・ビョルンソンが残した501キロ。それ以上に重いあなた。怠け者の人には別に大した話じゃないのかも。ソファーから起き上がる必要なし、筋力なし。ただし、呼吸することすら辛くなるでしょうね。科学者曰く、人が耐えられる重力は最大で普段の5倍まで。疑いようもなく、ニューノーマルが始まるのです。そして、重くなるのは体だけではありません。大気圧が上昇し、空気がのしかかってくるように感じるでしょう。環境への影響は甚大。水分子が液体状態にずっと長くとどまります。つまり水の沸点は100度よりずっと高くなるのです。同時に氷点は0度より低いため氷を作りにくくなります。氷山のような大きな塊は溶けてしまうでしょう。地上の生命以外に宇宙でも混乱が生じます。新たな巨大惑星が太陽系に誕生したため不安定な状態を招くのです。月は潮汐力が大きく変化。地球の重力は月をバラバラに分解してしまうでしょう。その残骸が地球の周りに現れるかもしれません。太陽質量はそれでもまだ新しい地球の250倍。地球は他の惑星を追いやることはできませんが、軌道を変化させることはできるでしょう。金星や木星が軌道や気象に影響を与えるのと同じように、また隕石の軌道も変わるでしょう。地球の重力のせいで小惑星帯から飛び出し地球へ向かってくるかもしれません。
逃げる力が残っておらず、もうおしまいですね。地球は現在の大きさがベスト。いえ、むしろもう少し大きくなってみてもいいかも。太陽くらいに。この話はまた別のホワトイフで。